ただいまより茨城広告大賞受賞式を開催いたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。私司会を務めます朝声声でございます。そしてはい、アシスタントを務めます福本愛菜です。よろしくお願いします。茨城県としてはまあ魅力がないわけではないと。そうですよ、いっぱい魅力はあるんだと、うん、ただそれが全国に伝わっていないだけだと、はい、いうことでキャンペーンを行っているわけでございます。この、魅力度ランキング2位の京都府で、うん、この京都の力も借りまして茨城県を PR しようということでございます。そうですね、というわけで茨城広告大賞受賞式を行う前に第1部といたしまして、はい、茨城の魅力キャンペーンをお送りいたします。大きな拍手をお願いいたします。来ました。どうも、茨城宣伝隊長の渡辺直美ちゃんです。はい、場所も分かってない人多いと思います、ね、そう、東日本ではかなりこの活動、これ今回西日本で初めてかもしれないですね。あ、初めてのイベントなんです。この茨城の名産を、はい、持ってきたんです。はい、いっぱい来ましたよ。はい、はい、こちら、ま、これはあの全国展開してる水です。やめてください、違いますからね。違いましたね。こちらですね、それ納豆、ね、これすごい特別な納豆です。はい、すごー、菊水ゴールド納豆です。菊水ゴールド納豆、かなり高級で、実はですね、納豆に金箔がパーッと広がる、豪華で上品なんです、うん、特別金箔が入ってるんですね。はい、贅沢。はい、意外とこれ知ってます皆さん、干し芋、これどうですか。干し芋っていうのはね、これ茨城がもう 90% ぐらいのシェア率なんです。冬場はもう必ずこれこたつの上にストーブで焼いたりとか、ストーブで焼いたりとかして、いただきます。どうですか。あ、うまい、おいしい、美味しいですよね。おいしい、ね、私も食べよう。茨城の郷土料理ってあんこが一番有名ですよ。アンニャ知ってた、全く知らなかったですね。ちょっとなんで、あんこです。ドブ汁っていうかね、この肝つぶした汁みたいな。わ、美味しそう。大笑いのね。うわ、今の時期めっちゃいいじゃないですか。このメロンってイメージないでしょ、茨城の。どうですか、メロンの生産量日本一は茨城県です。知ってます。北海道ちゃうの。北海道じゃないです。私も北海道のイメージでした。茨城です。違います、違います、茨城です。やめてください。今後二度と北海道の話しないでください。何話はええやん。そこまで、夏から秋にかけて生産されるアールスメロン、今日来てる皆さんにも持って帰ってほしいなと思ってるんですけど、欲しいなっていう、このメロンを、このメロンを、そうです、5個箱に入って、すごい。最初はグー、じゃんけんパー、おめでとうございます。3つ出ました。はい、茨城の魅力伝わりました。伝わりました。よかった、よかった、ありがとうございます。茨城の魅力を伝える広告を一般募集いたしました。一般募集です。はいはいはい、そしてこの度厳選なる審査を行いまして、うん、受賞者が決定いたしました。そこでこの受賞式を開催するという運びになっております。はい、さあ以上の方々にねご意見いただきました。はいはい、2100件超える募集いただきましたの で、うん、ですね、大変1回目でこれだけ来ていただけるの大変ありがたいなというふうに、はい、楽しみでございます。はい、木村さんから見た今日あの茨城県のイメージっていうのはどうでしょうかね。まあ、まず思うのが50音で行くと早いなっていうのと今回のこの皆さんのいろんな作品が、うん、はい、本当にこう茨城への愛をすごく感じれる。それは嬉しいですね。本当にすごいいろんないい作品があってすごい難しかったですね。うん、はい、プロの目線でコピーライターという目線ではい、はい、あ、まあ、もはというか千葉県民の目線で見てるという千葉県民
今茨城は試されている。日本に、そして世界に。君は誇れるか、信じきれるか。そうだ、光はある。誇りとともに飛べ。おい、アイス。ちょっと待って待って待って、なんだなんだ、どこ行くの、怖い、どこ怖い、外していいよ。いや、すごいなこれ。いや、めっちゃいい景色やん。Oh my god. Wow.茨城舐めるの？ベロで舐めるの？続きましてはですね、優秀作品賞。茨城世界一の高さ、牛久大仏、星一の長さ、竜神大津橋、日本最大級竜神バンジー、日本一の巨大獅子頭、ビッグメイクナンバーワン、利根川、本で2番目にでかい霞ヶ浦、東ケイラ、チェリー、全国一の産地、コンナットメロン、日本一の産地、最大のダチョウ牧場、ダチョウ王国、ひらがいスライダー、ワクワクスライダー、日本一の大神輿、下田羽黒神社、世界一でかい花瓶がある、日本一でかい地鶴、鴨山神社、日本一でかい地蔵、醍醐寺洞尊、日本一でかい羽を張り丸タワー、種類日本一アクアワールド。ダメんだよ茨城。おめでとうございます。 YouTube とかをやってますと、うん、その興味のないものってやっぱりすぐ飛ばしちゃうんですよね、はい、なんでいっぱい出すことで一、うん、つでもその見てる人が興味あるものがあって、うん、それに引っかかってくれたらなということで、たくさん。北海道の方から見て茨城県ってどうなんですか？茨城県は納豆です。納豆です。納豆すごい推してますね。日立牛が贈られます。おめでとうございます。こちらですね、日立牛。Thank you.
ポスター部門楽しかったですね、はい、1枚でこう表現するというのはもう本当に情報を入れたいんです、うん、入れたいし入ってんのもありますけど入るその出し方どうやねんどうすんねんっていうね、はい、こう可愛く見せるのか、はい、もっとこうさすっぱり斬新にするのかというところをねいろんなこのなんですかね自分の中でこう予選作品を書かれて応募されたと思うんです、うん、その苦労がすごいあってその仕上がりがどれも素晴らしかったです、うん、いいとこだねより意外にいいとこだねの方がきっと楽しい子供たちごめんなさい茨城県はピーマン出荷量日本一です1位の次に美味しいのは最下位だと思う派手さがないのも茨城の魅力なんです いいとこに決まってるじゃないですかご隠居が隠居したところですよジョバン線に乗っている女の子は可愛い子が多いです伸びしろ日本一納豆券そのネタは使いませんどっか連れてっては茨城でもいいんですよ最下位がこんな素晴らしいなんて日本は最高の国だ コピーライターの渡辺さんいかがでしたでしょうか、はい、最優秀作品もそうですし、はい、あとは、まあ、伸びしろ日本一みたいなのも、はい、割とこう自虐的に、うん茨城を捉えながらも、うん、でも、そこを裏切ってやるぞっていうそういう野心が、はい、とっても感じられる感じが、素敵だなっていうふうに思ってどれも本当に普通に使える言葉ばっかりだなっていうふうに思いましたね、うんはいはい、副知事こちらの決め手はやはり先ほどお話ありました再開っていうのを逆に捉えて、はい、面白い発想ですよねそこがとっても印象が残るいいコピーだったなということでございますはい、はい、柴田健一さんには賞金10万円が贈られます おめでとうございますおめでとうございますじゃあ代表して木村雄一さん、いかがでしたでしょうか日立牛がイオンに売ってるかどうか分かりませんけども、はい僕妻とですね全国都道府県をもう1回は必ず足踏み入れて一泊しようっていうふうに思ってるんですけどでね今思ったのはね1回行ってみようっていうのをね2回にしようかなと思うんです2回行くことに決めたら1回目ここってなんかこう割り切れるみたいなね今度これは今度にしようって2回って決めようかなって思いました、はい、それでそういうことで全国各地が本当に盛り上がって日本全体がということになるんですけど、うんもう世界にアピールできた京都はこの間観光客の満足度が世界一になりましたからね、はいうん、だからそういうところでこういうものが行えたっていうのも意味のあることだと思いますんではい、茨城をきっかけに全国もっと好きになってね、はい、訪れてみてはいかがでしょうかというはいありがとうございますいや